今、開始中です。OK かな？そしたら始めます。こんにちは。ポッシブル可能性の会の太田です。こんにちは。聖火祭壇の、講習会というよりはもう研究会ですよね。始めていきたいと思います。で、今日も福岡県の大野城市の花百合の田中慎一郎先生にアドバイスをいただきたいと思います。田中さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いしもうま先生ってす。言われるのももう慣れたんじゃないですか。もう結構慣れましたね。はい。最初はね、ちょっと気持ち悪かったかもしれないですけど。もう、そうですね。いい加減、慣れましたね。はい。で、今回、スペシャルゲストに、四国は高知県の花南部の黒原さんに来てもらってます。黒原さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、よろおしく願いおし願いしまます。す。黒原さんは、2018年のフューネラルの時かな？初めて会ったのは。そうですね、3年前ぐらいですね。3年前ぐらいですよね。はい。その時にフューネラルで会って、もうその後すぐ、ポッシブル可能性の会の方に入会してくれたんですそうです、その会場でなんかもらって、そのまま入ったんじゃなかったでしょうか。あ、ね。帰っそうてです、入っそうたのかな。です、そうです。はい。で、さらに2019年のフューネラルビジネスフェアもまた来てくれたんですもんね、横浜。そうです、そうです、そうです。すごいですよね、その行動力がすごいですよね。そこで初めて多分話したんですよね、太田さんと。ああ、そうっすか。あ、そうか。初回の時はそう、あんまりなんか話したイメージないなと思ってて。2018年は一言も話してないです、確か。誰と話してたのか？細川さん？そうですね、細そ川さんのと時は、丸山さんか。丸山君と細川さんはその時名前知らんぐらいで話しよって、ああ、そっか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 。で、その会があるが知って入って、はい。で、次の年の時に、Facebook かインスタかなんかで見てたんで、あ、この人がはい多分はい太田はい。さんかなと思って話しかけて、ああ、そっかそっか、そういうそこうでとす。か。だ、確かもう会場入るもの、設営前のとこで話しましたからね。あ、そうだそ確うか。だそうだ、2019はそうだ、手伝ってくれたんだもんね、ちょっとね。そうです。準備だけ手伝ってもらって。そうだよね、そうだよね。はい。でね、さらにね、2年前か、ちょうど2年前か、僕が山形の花マンさんでお手伝いしてるときに、黒原さんまた来てくれて。あれはもう勉強させてもらいに行っちゃったんですけど。1週間ぐらいでしたっけ？そうです。ちょうど1週間で1週間ぐしたらいでね。すよね。でもあれはでい。すごい、すごい上達しましたもんね。あれで変わったっすね。本当に刺し方が全部。うん、なんかすごい朝早くから来て熱心に練習してましたもんね。1週間しかなかったね。もはい。う、おる間はやりましたね。花マンの社長さんには感謝ですよね。いや、本当に感謝ですね。自由に花使わせてもらいましたもんね。そうですね。もう2日目、3日目ぐらいからもう普通に結構溶け込んじゅうというか、すごいやりやすかったですね。そうですよね。はい。そういうことで、はい。これからじゃあ、僕がちょっと指し始めようと思うんですけど、また今回、ちょっと図面描いてきました。ありがとうございます。今回は完全に練習というか試作です。セレモニーホール春道の、58万プランの試作を今回作りたいと思います。今回シンプルなラインで2本線入れていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちゃんとあれなんですね。寸法を書いてもらったんですね。寸法書いた。ありがとうござい一応ます。ね、若干ずれるのかもしれないんだけど、ちゃんと合ってるかちょっと微妙なんだけど、一応定規でちゃんと測って。寸法とかも書くんですね。はい。書くようにしたかな？見えるか？へえ。ほんまや。そう、ポイントだけね。そう。こういうふうに。多少やっぱりちょっとずれちゃうときもあるんだけど、慣れないとダメかなと思って。黒原さん、ちなみに図面って書きます？
もう、慰霊祭とかでかい祭壇の時だけ書いて、普段はもうほぼ書かないですね。今、もうちっちゃいんで、祭壇が。まあ確かにね。やっはい。ぱこの中で、ね、家族葬の中でもさらに小さい祭壇多いですもんね。そうですね。あと、まあ、自分で書いてって、なんかちょっと違うなと思ったら結構テンパっちゃうんで、あんまり書かないですね。なるほど、なるほど。はい。確かにね。まあ確かにそう思って書いたのと、実際刺したのがあまりにもこうギャップありすぎると、ね、確かにそれしかイメージしてなかったもんだから、結構大そう変なんなですよ。時ありそうですよね。はい。田中さん、そういう時ってどうなんですかね。どうしたらいいっていうのはちょっとないかもしれないんですけど、やっぱりその絵と現場で作ったものにやっぱギャップが出ないように成長していければいいのかなというふうには思うんですね。はい。まあ、なんでかって言ったら、まあその、まあ、将来的に、まあ、その大きいものを、まあ、もうアフターコロナとかで大きい仕事がまた同じように従来通りに入り始めましたよっていう状況になった時にすごく大きいのが入りましたって、まあ、仮にそういう仕事をお受けして、なんかサンプルでデザイン変えてください、起こしてくださいって言われた時とかに起こしたものを持っていって、やっぱりこう提案とかご提案とかすると思うんですよね。でその時になんか出来上がったものが絵と違うじゃないかっていうふうにやっぱならないためにも、思ってたのと違うとかなったら、それはやっぱりそのできてない、客観的に見てイラストとデザインと違うものが出来上がってしまって、まあ良くない、まあとかそういうこともあったりすると思うので、はい、大きい小さいには関わらず、そのやったことのないデザインとかをやるときに、もうその現場も自分の練習だと思って、はい、イラストを描いてイラストと同じものを作れるようにっていう習慣づけをしていったらいいんじゃないのかなと思います。なるほど。はい、わかります。そう、それで僕も今、ちょうど練習してて、まあ本当になんかなかなかこう、途中で不安になったり、これでいいのそうかなんなでみす。たいに思ったりとか、まああるんですけど、まあ確かにこれ本当に図面通り弾けるよう、かけ、あの、させるようになると、すごい技術力って上がると思うんで、うん、ちょっとこう、少し続けてやってみたいなと思ってます。素晴らしいと思います。じゃあ僕も取り入れます。ちょっとコメントがもう来てるんですよね。本当ですか？はい。あ、多分始すみまません。る前かはい。らコメント入ってる人もいて、前田のぞみさんかな。こんばんは。今日はライブは見れないですが、後で見ますね。ありがとうございます。いつもありがとうございます。山中慎之介さん、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あと、久保さん、こんばんは。久保さんは毎もう、日久保聞いてさん、ます。皆勤賞ですよね。最 近賞ですね、久保さん。そうで今日すもありがね。とうござありいがまとうごす。ざいます。はい。マリアじいさん、海外の方ですね。こんばんは。こんばんは。マリアじいさんはどこだったかな？フィンランド？あ、フィンランドの方、違すごい。う、ポルトガルかな？ポルトガル語の人か。はい、こんな感じです。から始めていきたいと思います。よろしくお願いしはまい。す。よろしくお願いします。田中さんと黒原さん、一回カメラオフにして、ちょっと花屋のトークをしてみてください。してみてください。してみてくだすさごい。い、すごい振り、評すご価い。とこうって言ったらどうなんだろうね。ちょっこのと一旦感切り覚ます。とは似てるのかな。これビデオの提唱したらいいんですか？です。はい。お、はい。はい、OK です。はい、ですいません、太田さん、なんですかね。福岡と高知は葬儀の形態自体は同じなのか？どうなんですかね。それはなんですかね、普通に通夜葬儀あって、2日間かけてああ、そうです、っていうそうです、そうです。か。ね、青森は骨葬だとか、ね、全然他とは違うんですけど。結構ね、東北の方は骨葬多いみたいですもんね。多いですよ。はい、福岡は一般的に、何ですかね、骨葬じゃない、生葬なんですかね。はい、まだ火葬せずに。そうか、そっ、さ、
先やるんですか、そっちの青森の方って。結構東北の方が多いみたいです。はい、先に活ああ。動しちゃって、1日だけでやったりとかされることあ、も結そう構なんあですね。るみたいそれなやっんで。たら、それやったらコーチは全然もう、強そうですね。ああ、じゃあもう一緒ですよね。で、一緒ですね。携帯は一緒。出棺して、はい。そうです、そうです、仮装して、車の中あったりとか。そうです。そうですね、そうですね。まあ、一緒ですね。あんまそこ例えは変わらば、んと思います。はい。まあ、地域によるんですけど、長野県のとあるところは、まあ、通夜葬儀は普通にやるんですけど、お通夜は家でやる方が多くて。ああ、自宅通夜の最上葬儀。そうですね。そして、出棺した火葬場行って、お骨になって戻ってきて初めてホールで、なんですかね、葬儀をやるんですよね。そのパターンはありますよ、まだ。あ、あるんですね。僕の町が結構田舎なんで、自うん。宅で通夜やって斎場でっていうのは、まあ、ほんまに、まれですけど、ありますね。うーん。あるんこっちまあ、はいまそうだか、に今度。自宅葬もありますからね。あ、自宅葬結構やられるんですか？僕のとこはなくなったんですけど、まあでも、それこそ山形行くちょっと前ぐらいまでは全然ありましたよ。あ、そうなんですね。はい。まあ、でも、まあ、その辺はなんかあれですよね。県がどうこうとかよりも、どれぐらい都会かとか田舎とかで結構そう違いでますね。すよね。県関そ係れはな間く。違いなくそうですね。やっぱ田舎の方が昔の風習がまだ結構残ってたりするんで。そうですね。あれどうなんですか？花輪とかあるんですか？花輪はもう全く僕が花屋やりだしてからないですね。見たことああ、も。そうなんですね。もうじゃあ本当僕に小学校とか中学校の時に親父らが作ってたのを見てたぐらいで。いや、さすがに。未だ、いや、さなすいがです。ないですよね。はい、あ、さないすですがよに。ね。さすがに花輪はもうなくなっちゃいましたね。昔はそれなりにあったと思うんですけど、15、6年ぐらい前はちょこちょこ見てたかなっていう感じだったんですけど。ああ、それこそ山形行った時に、山形ではちょっとまだあるみたいなんで、花輪が。あ、そうなんですか？そうなんですよ。びっくりして。ええー。山形、はい。新庄はまだありますかね。まだあそうるんそう、であす。れ。まだあります。今でもやってます。普通にやってます。あ、そうなんですね。しかも、あともう一つびっくりしたのが、自宅に全部強化花持って帰らないんですよね、枯れるまで。あれがびっくりしたっすね。葬儀の後ですか？そうです、そうです、そうです。全部ですか？そうです、全部です。言ったら、斎場に持っていくじゃないですか。はあはあ。斎場から自宅に運んで、みたいな感じなんですよ。全部となると結構きついですね。そうなんで、それ聞いたら、なんかでも結構山形のそこら辺の家は全部でかいんで、結構入れれるみたいな話聞いて、へえーと思って、こんなのも違うもんなんかやと思って、びっくりしたっすすごね。いですね、それ。びっくりしたっす、あれ。なんか、全部の時もあれば、何本かの時もあるみたいで。まあ、さすがに多い時はですね。でも本当に10本ぐらいスタンド、家に持っていくっていうこともあります。10も本は 無理ですね無理ですね。僕、地元もだいたい後祭壇用に一対とか。ね、本当そういうレベルですそうですね。ね。山形は結構違いますね、やっぱ。違いますね、本当。で、高知と福岡だったら、なんかどっちの方が南になるんですかね。なんか結構あれでしょ。あんまり変わんないぐらい。ほぼ変わらんすけど、若干高知の方があるかもしれないです。福岡やったら、だって山口の横ですもんね。山口の下です。はちょっと下か。あ、それや、い。あ、でもまあ、ほぼ変わらんぐらいと思うんですけどね。まあでも、ちょっとだけ高知の方が南かもしれないですね。そうですよね。意外となんか和歌山とか、四国とかの方が
意外と南なんですよね。なんか意外とイなんメーか、ジは、皆さん九州すごい南国みたいな感じで思ってある人そうなんですよ。がそれ多なんい。かよくあるって言ったっすね、なんか。そう、そうなんですよ。南国駅、あったかいろって言ったら寒いみたいな。そうなんですよね。意それ外よと。く聞きますね。はい。まあ確かに、いや僕もこれぐらいの時期の時に、福島とか山形とか遊びに行ったことあるんですけど、はい。さすがに福岡の方がやっぱりちょっと暖かかったですね。それまでも、さすさすががに。に東北と比べたら、もう全然違うでしょ、絶対。結構違いました。もう外に出た時にもうあからさまにやっぱ寒かったんで、ああ、福岡って雪とかって降ります？年に数回は降ります。あ、じゃあやっぱ、そこらも高知と一緒ぐらいですね。で、その積もるか積もらないかって言ったら、年に1回積もるか積もらないかみたいな、ああ、もう全く一緒ですね。それぐらいの感そん覚なでもすんですよね、やっぱり雪って。ね。そんなもんです。だから、すごく、年にその1回、2回積もるか積もらないかの日があった時は、もう大混乱になっちゃいますよね。ああ、なります、なります。本当になります。なんか車屋さんとかにすごい長蛇の列ができて、なんかスタッドレスだ、タイヤチェーンだっつって、でも、なっやっちゃいまぱりすよなんね。か、若干でもそんな時でテンションちょっと上がってしまうんですよね。いや、そう、わかります、わかりまなんす。か、もう年に1回ぐらいなの、本当に。いや、本当ずっと太田さんとかにせっかく東北遊び行くんだったら、やっぱり真っ白に雪化粧してる時に行きたいって、そ言れうんめっちゃわかります。です。来るもんじゃねえって 言われるんですよ。絶対来ない方がいいですよ。絶対100%来ない方がいいです。まあ、一回でも経験してほしいかな。そうですね。僕、ちょう僕、ど、はい。歩けないと思う。そんな感じなのかもう普通の靴で行っちゃダメなんですか、じゃあもう。な。結構、本当、初めて雪の上歩くとかっていう人をこう冬場旅行ね、あちこち札幌連れてったりすると、まあ大体こけてるよね。本当、面白いぐらい、漫画みたいな感じで、本当こけてるよもうそれはいいですよ、こけて。北海道の人とか、まあ雪国の人って結構すり足で歩くんだよね。あんまり足を上に上げないんだよね。こけないようにですか？そう、滑ってもいいように、こう、なんていうええー。足をこう、すり足に近い感じで歩く、多分癖がついてるのかと思うんだよね、冬場は特にね。だから慣れてない、やっぱりね、そっちの暖かい方の人たちは、普通にね、普通の雪がない状態の時と同じ歩き方すると、もう完全に転んじゃうよね。でもまあ、それもまた、あれですよ。私たちからすると、もう、それも風情ですよ。まあそうですね、確かに。それも含めて味わってみたいですし、まあ、なんですか、朝起きて雪かけって言われたら、雪かきもちょっとしてみたい。雪かきはやってみたいですね、本当に。めちゃくちゃしんどいって、山形の花屋さんの、花間のみんなも言おったんですけど、ちょっとやって、体験できるかなと思ったんですけど、11月だったんで、1まだやっ回もぱ降ら早かっず、たですかね。早かったですね。いや、やっぱでも、面白いですね。なかなかお花屋さん同士で全国的にこうやって話することってやっぱなかなかないんで。ないですね、本当に。大体なんか気候のことか食い物のことかみたいになっちゃうんで、話が。そうですよね。いや、なんか、まあ、それこそ、四国行ったことないんですよ、僕。そうなんですか。まあ、そうか、用がないと来ないですもんね、四国は。そうなんですよね。まあ、その知り合いも行ったりとかはしてなくて、用があったことが今までないんで、ちょっと行ったことないんですけど。まあ、四国はほんまに入ってこないと、他の県は通りざまっていうか、そうですね、通りすがりみそうたいですなよのがね、ないか通りすら。がりで結構寄りますから。まあ、四国っすか。高知何があるんですか？高知はほんまもうびっくりするのなんもないんで、でも、いや、本当に三大がっかり名所の一つの播磨屋橋とかあったり、
まあでも、なんもないですけど、飯はめっちゃ美味しいですね。ご飯とかは。それはいいですよ。温泉とかもあるか、ね、あ、温泉もありますよ、何か所か。あ、じゃあもうそれだけで、それだけです。飯がうまいって何がうまいですか？まあまあ、カツオのたたきだとか。カツオはもうね、サムネでめちゃくちゃ出てたんで。カツオとか、あと、まあ、本当にそうですね、結構何でも美味しいとか、まあ、鍋焼きラーメンとかってあるんですよ。へこっちの、まあ、僕の町の近くの名物なんですけど、まあ、鍋焼きラーメンはめちゃくちゃ美味しいですね。あ、いいですね、いいですね。行ってみたいですね。でも、本当に田舎ですからね。福岡とかに住んでたらもう多分びっくりするぐらい田舎だと思いますよ。福岡田舎ですよ。やっぱりその大都会に比べたら全然、その大阪、名古屋、東京とかに比べたらもう全然田舎なんで。そうっすか。もう都心っぽいのって本当に博多エリアの十数キロぐらいのエリアで、そこにもギュッと固まってて、そこからちょっと離れたらもう田舎です。あ、そうなんですか。そんな感じです。はい。なんか結構僕花屋やる前に山口県で働いてたとこだって。あ、そうなんですね。はいはい、はい。車屋さんで働いてたんですけど。はいはいはい。で、その時よく宇部ってとこにおって。はいはい。週末はその下関の友達と、その福岡飲み行ったりだとか、はい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 、か福岡はすごい、なんか山口県も結構、まあ、なんもないっちゃなんもないじゃないですか。山口も、いや、ちょっと山口に住んである方に、そうですか。いや、僕がちょうど住んでたところはあんまりなんもなくて、はい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 、だからよく下関の友達とその福岡とか行ってたんで、福岡めちゃくちゃ都会やなって話しよって。あ、来られたことあるんですね。はい、福岡は何度かありますね。まあでも、まあ、住んでみたら何ともないっていうのはありますね。はあ。すごいなんか。まあでも、まあ、飯はうまいですよね。ああ、もう博多のご飯もめっちゃ、福岡の飯めっちゃ好きですもん、ま。はい。美味しいですよね。美味しいもんばっかりですもんね。なんかいろいろありますもんね。うん。まあ、そこそ、はい。まあまあ、もうラーメンがめちゃくちゃ好きなんですけど。あ、そうなんですか。ラーメンすごい好きです。やっぱり、豚骨ラーメンのバリ方とかで。いや、そうです、そうです。もう、それスタンダードなんで。やっぱそうなのや。あ、そう、そうですよ。はい。なかなか他のラーメン食べないですよね。あ、お店自体のもう絶対数がもう、豚骨が圧倒的に多いんで。ああ、そうでしょうね。はい、はい。そんな感じですね。あ、もう、ぜひ、次、福岡に遊びに来られたときは、花百合まで足を伸ばされてください。いや、もう、ぜひ、お願いします。行きます。はい、ラーメン出しますんで。ラーメンは、まあ、うちでは出せないですけど、カップラーメンぐらいしか、うまかっちゃんぐらいしか出せないです。うまかっちゃん。はい。なんかそういや、山形でもなんか、太田さんとなんかラーメン行ったっすよね。あ、ラーメンちゃうかったっすっけ。もつ、鶏もつラーメン。あれもめっちゃ美味しかったっすよね。うん、いっちゃんだっけ。いっちゃんだか。うわ、名前忘れたっけ、なんか。あれも、っっね、なんか山形の名物だよね。なかなかないよね、鶏もつのラーメンってね。そうっすよね。うん。あれ美味しかったよね、でもね。めっちゃ美味しかったっす、あれ。いいな、鶏もつラーメン、めっちゃ美味しそうですね。いいですね。意外とあっさりやった気がするっすね。あ、意外とあっさりなんですね。そうそう。ちゃうか、そんな感じだったっす、確か。なんか、結構いろんなもん食わせてもらったよね、花丸さん先生。ほんまにいろいろごちそうになりました、本当に。あれ、馬刺しとかも食わせてもらったよね。あ、馬刺しも出してもらって、あとなんか、すごいいいお酒も。あ、ちょ、14代。あ、14代。14代、田中さんも飲んだもんね。14代飲みました。僕、下校、めっちゃくちゃ下校なんですけど。あ、そうなんですか。
全然お酒飲めないですけど、あれは美味しかったですね。あれ、それはな、い。何のタイミングで14代での飲まれたんですか？あれ、何の時でしたっけ？花丸さんで一回講習させてもらったんですよ。ああ、そうなんですね。はい、そうなんですよね。その時に、はい、いただきました。あ、そそしこたですよら、ね。もつ鍋屋さんね。もつ鍋屋さん美味しかったです。はい、ね、あここそで。こで14代飲ませてもらったんではい。すね。びっくりしましたね。あれ、結構高級なお酒だから。いやいや、分かってますよ。あれ、帰ってから調べましたもん。ああ、本当。そう、あ、美味しかったなと思って。なんか、いつでしたっけ？なんか、駅前かなんかで花刺してませんでしたっけ？あ、よくご存知でいらっしゃいますね。あれ、なんでしたっけ？あれ、隼人君持っとかなかった？あれ、隼人君が遊びに来てくれたんですね、あの時。あれは何やったでしたっけ？福島の、ああ、福島駅ね。はい、イベントで、福島駅前で花飾らせてもらったんですけど、そうっちょうすどよね、なんか。その時の NHK さんの、はい。朝の連ドラはの、なんか、やってるロケとかしてる県が福島県で、い。あ、そうやったんですか。そうです、福島の方をそのテーマに取り上げたその連続テレビ小説だったんですけど、あれだよね。エールだよね。あ、エール、そうそう、エールです。はい。音楽あ、家ええ、のはい。ね、小関裕二さんだったっけ？あ、そうです。そうです。はい。そうだよね。はい。なので、なんか、その、まあ、地域振興も兼ねて、近くのお花屋さんで、みんなで集まって、7カ所ぐらい飾ったんですかね。あ、そうやったんですか？あれ、あの一箇所だけじゃなかったんですね。あ、じゃないんですよ。なんか、いろいろ。で、なんか、その、飾ったポイントを、その、ウォークラリーの、なんか、その、スタンプラリーのスタンプを押す中継点みたいな感じでやってて、はあはあその、はあ。はい。そのポイントポイントに、はい。みんなが後で足を運ぶっていう感じになってた。そういう趣旨のイベントだったらしいですよ。そういや、なんかその、音楽の中で思い出したんですけど、なんか、田中さん、なんか祭壇の作品になんかなんていうか、トーン記号みたいな模様を入れたやつとか、トーン思って、記号、田中はい、トさーンん、記号、やりました、やりました。やってましたよね、なんかその、ラインで入れて、はい、トーンはい。記号のマークが入ってるみたいなやつとか、ありますよ、はありい。ますよね。あ、やっぱり、やっぱり。いご存知です、すごい。や、僕、本当にそれこそ、このインポッシブルの会入る前とかは、もう、花の言い方全くわからなかったんで、そのインスタで他の人の作品めちゃくちゃ見てたんですよ。それで、その田中さんのやつと、もう一人千葉かどっかの花屋さんとかすごい綺麗で、その二人が。おー、ありがとうございます。で、ずっと見よって、まあ、到底できませんけど、いやいやいや、もう見てもらえてるだけで。で、なんかその、ちょうどこの、その前回のなんか僕がチロッと入った時に太田さんがその人が田中さんだよみたいな感じで言ってくれて、で、えっと思って。つながるよね。そうです、ほんま、びっくりした、あの時に。あ、じゃあ、あれですか。知っていただいてたんですか、もともと。あ、もう、めっちゃ、勝手に知ってました。結構作品とああ。か見らせてもらったんです。わあ、もう恐縮です。ありがとうございます。なんか一番最初、左上から右下になんかこう、ねじれた曲線みたいな流してる作品を見て、やばーと思って。で、ちょっとあれ遊びでちょっとやってみたんですけど、できんくて。あ、できませんでした？そんで、どうやってやるだろうと思って、とか思いながら、ずっと見よったんですよ。で、どっちかというか、田中さんのやつなんかすごい、結構カーブが綺麗とか、なんていうんですか、曲線とか、ラインがめちゃくちゃ綺麗で、すごい好きで見よって、
で、もう一人なんかその、千葉かどっかの花屋さんかなんかの人は、なんかその、色使いというか、花の詰め方とかうまくて見よって、それ、二つの画を結構参考にして、デザインないいとこだけちょっとパクったりしよったんですけど、隠れて。いやいやいや、なかなかこんなに褒められることないんで。いや、でも本当にびっくりしたんですよ、その前回。ありがとうございます。まさか、つながると思わないですかね、こうやって、なんか。そうですよね。はいはい。そうですね、見よって綺麗やなと思ったとか、まさかその糸が、みたいな。だから本当にびっくりしたんですよね、前回は。いや、僕もなんか自分の発信を見てくれてる人と、ね、実はずっと見てたんですって言われることなんか、まあ、そんなにないから。でも結構でも、おるがやないですか、やっぱ花屋さんとかだったら見る人が。ああ、まあそうですね。はいはいはい。でもやっぱ直接こうやって話したりっていうのはなかなか。はないですね。いや、いいですね。いや、すいません。ありがとうございます。いやいやいや、こちらこそ。何個もパクらせてもらいました。いやいやいや、もう。もうパクるんだったら、僕より綺麗にやってください。頑張ります。はい。もう、僕より綺麗にやってるんだったら、もうそれはもうパクリではなくなります。ちょっと、それは無理ですね、まだ。僕の技量で。いやいやいや、できます、できます。はい。なんか、何やったっけな。トーン記号とか、トーン記号やってみられました？確か僕、それもなんか、田中さんの YouTube ですよね、確か、トーン記号の作り方。ああ、なんか、やるんですよね。まあ、作り方っていうか、はいはい。まあ、やった時の実際の映像が、はい。ああ、とかも何回か見て、でも、ああいう、なんていうんですか、で、ああいうなんかその、マーク入れたりとかみたいな祭壇はあんまりないんですよね、地元で。ないですね、ないです。はい。でもなんかその、それこそさっき言ってた、大手の花屋さんがこっちに来た時とかは、はい、はい、はい。やっぱり、まあ僕の町は漁師町なんで、はい。やっぱ船をモチーフにした、まあ船の絵描いて、みたいな、はい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 。祭壇とか作るんで、やっぱり漁師の人らは、それ一回見たらやっぱそれ、使うんですよね。そうですよね。そうですよね。そうなんですよ。はい、で、でもやっぱそれ仕事やっぱ取り返したいき、やろうと思っても、やっぱりやって、まあ、できんものをやって、変な作品出すのはちょっとできんじゃないですか。はい。なんか余計評価も下がるっていうか。そうですね。できることは、はい、やっていいんですけど、できないことをやるのはやっぱりなかなか。そうですよね。で、ね、はい、はい。なかなか、その点が、まあやっぱり、その大手の花屋さんが撤収した後に、まあちょっと、まあ今日釜の頼まれ人は持ってった、ついでに見たりとかしよったんですけど、はい、はい、はい。結構やっぱ、引きで見たらすごい、ああいうのって綺麗やなと思ったのが素直な感想やったというか、はい、引きで見たらやっぱすごい綺麗に見えるんですけど、近くで見たら、あ、こんな感じで意外やっていう画は結構あったっすけど。ああ。いわばもう、形さえ作ってしまえば。はい、はい。って感じですよね、あれ。そうですね。まあ、理想系で言うならば、近くで見ても、やっぱり遠くから見ると同じように。うん、僕、どっちかというとそっちがいいっすね。やっぱ近く見ても綺麗やなっていう画は。そうですね、そうですね。ただ船とかはすごく難しいですよ。あ、やっぱり難しいですね。あ、なんか僕一回なんかそれこそ事前相談かなんかがあったところが一件あって、なんかものすごい、はい、協定が好きだったから。協定、はい、ボート、そうそうそうなんですよ。って言って一回練習でボートとその協定の船、はい、を練習で一回やったことあったんですけど、はい、めちゃくちゃ難しかったですね。やっぱそうですか。やっぱ、そうです。どっからどう作っていいか分からんすよ、僕。はい。やっぱそこで大事なのが絵を描くことな
だと思います。ああ、はい、やっぱデッサンがそこで生きるがですね。そうです。紙の上でできないことは、絶対にできませんので。ああ、それはもう分かります、確かに。はい、はい。っていうことなんで、やっぱり絵は描いてほしいなって、皆さんにも思いますよね。なんか、それこそ、はい、その山形で、まあ、太田さんとか、花マンのみんなと、はい。まあ、ちょっと、その勉強させてもらったときに、やっぱデッサンした方がいいよって話になって。ああ、そうなんですか？はい。おそうです。ほんで、まあ、太田さんにもなんかその、エクセル、なんかに入れてもらって。ああ、エクセルね。入れてもらってないですか？で、帰ってまたあれで何個かデッサン作ったりしてやってたんですけど、はい。やっぱり、もうその頃からだんだんその大きい祭壇と小さい祭壇がもう91やったんが55になって今逆になってってって感じで。はい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 。もういわばもう。これだよね。あ、そうそう、それそれそれです。ね。はい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 。大型祭壇の時とかね。そうですそうですそうです。で、やっぱさすがに地元の戦没者の慰霊祭の時とかはデッサンを描きますけど、うん、はいはいはい、もうなんかサイズがやっぱ小さすぎて、なんかもう言ったらもういらん、まあ、いらんって言ったらですけど、まあほんまにもうそれぐらいになってたね。だんだん描かんなってって、はいはいはい、はい、って感じですね。だから久々にその慰霊祭の時デッサン描いた時はどんなと、まあいろいろ考えがあって、まあ、差し入れ最中はやっぱりやりやすかったらやりやすかったんですけど、はいはいはい、これがでも果たしてその今の規模の祭壇やるときにどうかなって、まあ、ちょっと思っちまって、まあ、ちょっとやってないとこあるんですけど、まあ、でもやっぱ今の話聞きよったらやっぱりやらないかんですね。っていうか、やっぱその大手の持ってる技術力っていうのがあって、はい、でその大手のお花屋さんがなんでそういう船の飾りとかをやるようになったかって言ったら、もちろんそのいきなりやったわけじゃないと思うんですよ。はい。葬儀社さんの方に何の確認もなく、事前にお話とかもせずに勝手に船作ったわけじゃないと思うんですよね。確かに確かに、はい、はい、だからそれはなんでそういうふうな仕事がこう行われる流れになったかって言ったら、大手のお花屋さんが葬儀社さんにご提案をして、うちだったらこんなこともできますよっていう風なアピールをして、あ、それだったらいいね、それすごく見てみたいっていう風なやっぱ流れがあったと思うんですね。それ多分あったと思います。はい。でもそれって、まあ、言ってみたらその技術さえ身につけてしまえば大手じゃなくてもできることなんですよ。はい。なんかものすごく資金力が必要だとかそういうことじゃないじゃないですか。はい。だから小さい僕とかがいるようなお花屋さんでも魅力のある提案っていうのはできると思うんですよね。はい、はい、なのでまあ最終的にはやっぱりそういうところまでいければ理想なのかなっていうふうには思いますね。確かに、はい、ああいうのも提案できたらいいなと思うんですけど、はいはい、やっぱその提案するためにはデザイン画が必要であって、これが見てみたいって葬儀社さんに言ってもらえるものっていうのはデザイン画だけを見ても魅力的でないといけないと思うので、はい、そこでやっぱり絵が上手に描けるっていう要素もすごく大事になってくる、そういうところで僕は必要なんじゃないかなって思ってます。あ、なるほど。はい、ちょっと一件コメントが太田さん来てます。はい。あ、アーさん。アーさんですね。あ、はい。あ、違うアーさんか。あ、アーさんか。アーさん、はい。はい。ちょこちょこ見に行って。あ、アーさん、お久しぶりです。はい。いつもありがとうございます。今度、ポンギクの祭壇見てみたいですということですね。おー。これ、やったことないんだよね。あ、ないこともないけど。あまり仕入れないね、青森ってね。修道監督だよね。なんか入荷の状況次第ですね。そこね。そうですね。花丸さんもあまり使われないって言ってありましたね。うん。
あ、でもね、インスタ見てると結構やってるとこ増えてきてるのかなっていうのも。うん、感じ僕るはか。日常的に使うんですよね。ああ。はい。何か。結構、すぐ菊の開きなくなっちゃうんで。ああ、なるほどね。そうだよね。まあ、使って使ってなくなっちゃうんで、やっぱ開花が追いつかないからっていうことで、ピンポン菊は使うので、どうですかね。もうあえて今度、あれですか、僕が刺す回の時かなんかにピンポン菊使ってみましょうか。あ、見てみたいです。あ、本当ですか。あ、需要ありはい。ます。ポン肉って、だいたい単価どれぐらいですか？あんまり僕も単価の取っ話たはこでとすない。ね、あんまり、はい。あまりやめあ、ましょそうか。あ、そうか、そうか。これ、それ YouTube 流すよね。それ全部残るがすもんね。そう。クローズドなあれじゃないですよ。忘れてしまう、なんか。普通のスウェルと比べてどうなの？何がですか？このピンポンの単価っていうの。いや、ちょっとそこは、今だったらピンポンの方が安いです。ああ、まあその時によるのか。ああ、はい。今だっほたららほでら。すけどね。あとはもうその定期で組んでるのかとかで変わってくると思いますけど。まあ、普通に、定期とか関係なしで、今の動いてる相場の中で言うと、今はピンポン菊の方が、今は安いです。ツエルと比べたら、ツエルの、白菊と比べたらですね。最近でもやっと中菊の方も値段落ちてきましたもんね。あら、そうなんですか？あ、ちゃうっすか？こっちはまだ全然。あ、そうっすか？はい。全然、菊めちゃくちゃ高いです、今。あ、高いっすか、まだ。めちゃくちゃ高いです。え？もう正直、もう、おえってなりそうな感じです。はい。高い時の祭壇、ちょっと。いやすもんね、まあ、正直。いや、もうそうなんですけどね。ちょっと、まあ、値段の話は後ほどあ、3人でいそうきでますしね。ょう。はい。はい。またアーさんから、最近こちらの方は LINE はピンポン菊ばっかりなんでっていうことでした。アーハンってどこなんだろう。何地方から何県まで言えるかな。そうですね。でも結構それこそ前川さんとかピンポンいっぱい使ってたんで。ああ、確かにね。あっはい。ち方向は使ってる人多いかもね。もしなかのしたでら。西側はちょっとピンポン多めなのかもしれないです。九州は？いや、多いですよ、ピンポン使あ、ってる多といんだ。ころ。はい、当たり前に使ってますけど、好きか嫌いかで言われると好きではないですね。はい、やっぱポコポコが出るので、確かに、スピードっていう面で言うと、めちゃくちゃあ、めちゃくちゃ速いですよね、ピンポン。速いとは思うんですけど、その細かく処理して綺麗にやりたいってなった時は、融通が結構効かないんですよね。言ってましたよね、田中さんが。ピンポンも10本束の中で大きさが違うって。あ、違いますよ。はい、違います。個体差がありますんまで。りどんないから見たことないけど、ね。繊細に作るから大変ですよね。なので、はい、10本ビリってこうビニール袋とか外すじゃないですか。その時に大体大きいグループと小さいグループに大体分けます。そんなに違うんですね。まあ結構違う感じですよ。なんか、はい、買って開けてみたらちょっと分かると思うんですけど、特に輸入物はそういう傾向が強いあですね。あ、国なるほど。産は割とその規格で割とちゃんと揃ってるものが多いんですけど、輸入の方はそういう傾向がありますね。はい。ピンポあーンでさん。も僕もはいはいはい。定期的に、定期的にとかその、
結構割と市場とかに入ってくるんやったら使いたいなとはちょっと思ったんですけど、はいはいはい。紅茶は取れんですね、なんか。僕の行ってる市場は。ほとんど出回らないですね。あ、そうなんですか。アーサはい。ー、四国の方らしいですよ。あ、そうなんですか。はあ、い。四国なんだ。はい。続けてコメントいただいてます。ピンポン菊のラインは難しいです。そで、うアーなの。サーもピンポン菊の大きさを分けてあるみたいですね。相当細かくやってあるんですね。素晴らしいですね。もしよかったら、僕か太田さんの、何かしかの SNS に、DM 飛ばしてくれたら。母はい。さんと仲良くなりたいですね。そうっすね。なんだったら、出演してみますかっていう話ですけど。はい、ということなんで、はい、よろしくお願いします。で、じゃあ、ピンポン、ね、なんかやってみますか、僕の方で。見たいですね。ラインだけでいいからね。線だけでいいよね。い最や、悪ね。どうすか、なんか、まあ、中埋めた方がいいけどね、もちろんね。そのライン単体でやるときと、そのスああ、まあね。プレー入れるときで結構分けるんすよね。仕方が違う。結構、はい、差し方変えます。で、その、どういう形のライン取るかでも差し方変えますし。はい。そんな感じですね、ピンポンギークは。まあ、いずれなんかタイミングがあったらやります。ぜひお願いします。はい。ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、僕が作業場でなんかこう飾って作るときってなんかあれなんですよ。納品する商品じゃないから。あ、そうなんですか。ああ、そうです、そうです。もう遊びというか練習でって感じですか。あ、ていうかもう配信用っていう感じですね。ああ、そうなんですね。はい。配信用の動画として撮ってるので、なんか、あんまりやりすぎたら、社長から怒られます。お前って。バンバカ鼻使いやがってって怒られちゃいますんで、あんまりやりすぎちゃうとですね。はい。まあなんか、あれですね。いっぱいあって、もういらないよっていう時にやりますんで。普段、田中さんでその祭壇作るときのスタメンの花とかってあるんですか？もう絶対これは使うよっていう。いや、そういう考え方はあんまり持ってないですよ。あ、そうなんですか？はへえ。い。もう、多分あるものでやらないといけないっていうのは、多分どこのお花屋さんも共通のことだと思うんですよね。それこそ、在庫の絶対量があまりにも足りないときに、めちゃくちゃ大きい仕事が入って、もうどうやっても足りないっていうことであれば、それはもちろん、新しく入荷するんですけど、基本的にはやっぱり在庫の中で対応するっていう形なんで、結構じゃあ在庫も毎回そのバラバラって感じですか？いや、まあ、ある程度はですね、固定で決まってるんであ、やっす。ぱそうですよね。はい。ただ、その持っていくときに、なんか絶対必ずどれが欲しいみたいなのはそこまでないです。いや、まあもちろんそのわがままは言うんですけど、でも、いや、こういうの入荷してください、ああいうの入荷してくださいっていうわがままはすごく言うんですけど、で、なんか、入荷したものに対して、これ良かったです、これ悪かったですとかも言うのは言うんですけど、でも、やっぱり、あるものでやらないといけないっていうのは多分どこも一緒なんで。そうですね。はい。そんなにないですよ。スタメンとかは。いや、僕、仕入れも全部やってるんで、はい。はい。
なんでもうなんか、ああ、もうこれとこれやったら、まあ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 大丈夫かな、みたいな、安心するっていうか。やっぱみんなそういう感じなのかなと思って聞いたんですけど、やっぱちゃうんですね。違いますね。違います。太田さんもそんなんないんですか？太田さんの方がもっとないと思いますね。ええー、そうなんや。いいね。なんかいいね。絶対にこいつがないと嫌だとか、ああ、そういうないね。超スタメン級のこいつがあればなんとかなるみたいな、そういう考え方ってあんまないですよね。ないかな。それは多分、俺が今まで見てきた花屋はね、大体こうざっくり買ってその中から使うだから、あんまりこう、この花が高くても、まあ例えば、ソリダコとかよくわかりやすいよね。あれ、スタンドとかに入れるとすごい入れやすいけど、ソリダコってそんなになんかすごい人気ある花じゃないじゃない。でもあれが値上がりすごいするときってあるよね。そうっすね。そのとき買うかって言ったら、それは買わない方がいいだろうと思うんですけど、でも、ソリダコがないとスタンド作れないって人も中にいるんですよね。そうなんだ。だからそそれう。を、まあ、作れないというか楽だからっていうのが一番だと思うんだけど、なんかそれをこう無理やり買うところもある。でもそれはなんか花屋の商売としてはなんかちょっとあまり良くないかなとは思うんそうですね。あんまりこう花は選ばないというか、ある花で考えるっていうか、基本的には。そういう感覚ではありますけど、でもやっぱり菊の開きは欲しいです。ああ、確かに確開かきですね。はい、それ開きは。は欲しいです。そのピンポンをもし仮に使うんだったとしても、そのつなぎとして機能するので、ピンポンから細くしていくってなったら、間にやっぱりどうしてもその白のある程度大きさのあるものが欲しいなというふうには感じるんで、もう開いた菊がないときは結構テンション下がりますね。もうそれでもなんとかするしかないから、それはもうなんとかするんですけど。それぐらいですよ。やっぱり仕事が、まあ、結構田舎なんで毎日じゃないんですよね。多分そものちろん、もち葬ろん。儀の。もちろん。花の開店とかも結構なんかまあ、不意に開く時があるんですよね。あります。で、開く時があるんでなんか、結構まあ、週に、まあ週1は絶対市場行くんですけど、まあ、大体僕の町とかやったらまあ前日とかになんか、あ、ちょっと葬儀入ったよって言われて、あ、じゃあ、ってなって花構えれるんですよ。まあ、ちょっと猶予があるというか、だから花確保できるんで、とかでいつも、あ、じゃあこれとこれとこれっていう感じで結構確保してって、なんかいつもなんかスタメンって置いてるんですよね、なんか。そういう感覚なんです。まあ、それはそれでなんかありなんじゃないかなと。ストックしてて、なんか、もっとみんなそんな感じなんです。黒原さんのところの市場って、月水金じゃないですか。裏日って花、在庫抱えてます？いや、市場っ僕て。はそういう時は市場じゃなくて、なんていうんですか、そういう、お昼まで頼んだら、次の日の昼まで届くみたいな、あるじゃないですか、そういう流通の。あれに頼んで、ただやっぱり地元の市場はやっぱりあんまりこう、裏日に花は抱えてない、もう全部売り切っちゃうような市場。いや、そう、僕連絡したことないんで、その裏日とかのああ、そ時うなんだ。は。ああ、なるほど。ああ、そもうっか。本当仲良しの花屋さんに連絡して、ちょっと、もらったりだとか、分けてもらったりだとかしてやってます。福岡はどうなんですかね。福岡花市場は、裏日はやってないです。あ、やってないですか？今どこもはい、やってないのか。
市場自体は止まります。おなので仲卸屋さんにお願いするか。ああ、そうか、そうか、仲卸ね、うんうん、そうですね、はい、そういうふうにするしかないですね。仲卸は在庫はやっぱ抱えてるんだ、裏見ても抱えてますよ。おそれが仕事なんで、あの人たちは。なるほどね、はい、そこで在庫持ってなかったらやっぱ切られちゃうから、やっぱある程度は持ってますね。あ、はいはい、ただやっぱ変なマニアックなやつとかはあんま持ってないですけど。あ、定番ですね、はい、そのどの花屋さんでも主要で使うような品物とかはやっぱちゃんと持っておいてくれてるんで、まあ、もちろん間に挟まる分割高とかにはなるんですけど、あ、そこはもう背に腹は変えられないっていうか、もう仕方ない部分なんで、どうしても必要っていう時にはやっぱそういうところで調達するような感じですよね。はい。で、アーさんから、承知いたしましたっていうのは SNS ですね。はい。DM 飛ばしてくださいって多分言ったことに対して、承知しましたっていうことでコメント来てます。で、一本菊は基本立てて刺しますよって書いてありますね。基本立てて、立てて。基本立てて。ってことかな。はい。まあ、おそらくそのオアシスから真上に刺すっていうことだと思います。うん。あ、そのカーブとかの時に斜めに刺したりとかじゃなくて、もう全部縦にってことですか。基本は、はい。基本はそうされるっていうことだと思います、ね。はい。ああ、はい、はい、はい。はい。まあ、僕はおおむね、まあ、賛成ですけど、なんか、ピンポン菊とかでもちょっと扁平してる子がいるんですよね。ちょっと潰れた形をして、若干その菊の開きみたいになってる子がたまにいるんで、そういうやつはちゃんとラインに沿った形に、刺しますね。はい。で、僕もないです。僕もないですっていうのは多分あれですね。そういうスタメンみたいな、そういう概念があるのかっていうことだと思いますね。アーさんはそういう概念はお持ちではないっていうことですね。あ、そうなんですね。はい。で、あとは前日にそうやって仕事が入って、あの前日のうちに仕入れをするっていうなら、聞くよりもピンポンの方が楽ですよ。これは全くその通りだと思います。開いてる状態っていうことなので、はい。そうです、ピンポンがないんですよ。あ、だからあれだよね、大まかにそのやっぱ大きい都市のとこって仲卸も市場も充実してるから、うん、まあそれはなくなってもなんとかなるんだけど、ちょっとやっぱ人口少ないところの市場って、あの本当にあまり在庫抱えないから、もうある程度こうね、在庫抱えておかないと花屋さんやっていけないっていうところは多いかもね。苦しいですね、やっぱそういうところは。そうなるとピンポンとかっていうより、やっぱ菊を優先的にね、長持ちするから、買っちゃうっていうのはなんとなくわかる気がするかな。まあ、ピンポンも結構持つんですけどね。うん。あの、要は、他に使い道が、ない、もちろんあるんだけど、はいはい、あんまないですよね。だったら、ピンポンと菊どっち仕入れるって言ったら、まあ、菊買っとけば、スタンドにも使えるし、サイダーにも使えるしっていうのが、うん、多分ちょっと人口少ないところの花屋さんたちは思ってるかもしれない。はい、汎用性は高いでしょうね、うん、菊の方が、うん。なので、まあ僕も菊の方を多めに持っておきたいっていう感覚はあります。うんうんうん、ピンポンあんまり持ちたくないとは思ってますね。はい、っていう感じでした。ピンポンだけでだいぶあれでしたね。うん、今日はあれでしたよ。あの、今日皆既月食、ほぼ皆既月食みたいな日だったんですけど。皆さん、ああ、見ました、見ました。いや、僕もちょっと、あの、外にちらっと見に行ったんですけど。え、どうなの皆既月食って。皆既月食は、うっすら見えてるんですよね。綺麗でしたよ。あの、地球の影が月に落とし込む。状態になるんだ。今見に行ったらこうなってるのかな。いや、もう多分もう終わってますよ。あ、本当。はい。ニュースで見たのに忘れてた。多分本当の皆既月食は多分月が赤く見えるんじゃないですかね。多分確か。うーん。確かそうだったと思います。
でも今日雨降ってたからダメか。あ、天気悪かったんですね。え、そっち雨降ってます？いや、もうバリバリ快晴でしたよ。うん、あったかかったです、なんなら。なんかこっち、ずっとなんか毎日雨降ってる感じです。あ、そうなんですか。あ、天気悪いですね。そう、なんかびっちりずっと降ってるんじゃないんだけど、なんか一瞬降ってまた止んでとかの日がもうずっと本当1週間ぐらい続いてるかな。やっぱこれだけ離れてると、もう天気降らないってことがほとんどないかも。確かに、これ離れたら天気全然ちゃうっすね。はいはいはい。だいぶ出来上がってきましたね。ちょっとね、課題がちょっと苦しくなってきたね。あ、今日はあれですか、商品じゃないパターンのやつですかね。そう。ああ。ちょっとあまりこう、良くない花というか、そういうのも使ってます。いや、もうそれは、はい、それはしゃあないですね。商品じゃないんで。でもやっぱ上のピンクの部分と黄色の部分がもう出来上がってたんで、さすがに早いですね。そう、ちょっと時間がね、前回2時間半ぐらいかかっちゃったから、上だけ。あ、でもまあそれはいいんじゃないですか。うん、まあね。なんだ、まああれですよ、あの僕あのトイレめっちゃ我慢してましたから。めちゃめちゃトイレ行きたかったですけど、2時間経ったぐらいのとこから。まあ、それぐらい。はい。ボロボロなんだよね。あ、なんすか、なんすか？オアシスがボロボロなんだよね。あはは。取ってくれないというか、ちょっとやばい感じだね。もう商品じゃないんで、仕方ないっすね、そこも。そうなんですよね。もうほとんど刺さってない服もあります。支えてるぐらいの服もある。はいはいはい。なので、今日はもう、大ずれさえしなければいいということでいきましょう。ね、え、黒原さんはあれですか、はい、大きい飾りはそれこそどれぐらいまで大きい飾りされたことあるんですか。それこそあの年に1回の慰霊祭は、はい、どれぐらい、まあ、大体あの中学校の小中とかのステージとかあるじゃないですか、体育館の。はい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 。あれいっぱいのやつは年に1回刺すぐらいですね。あれいっぱいってなったら相当でっかいんじゃないですか。あれ何メーターぐらいあるんですか。僕普段、5名40なんで、あれが何段かな、1、2、3、4段の横に何名かな、あれ。はいはいはい。オアシスが5枚入りが10枚とかかな。あれって何枚やったんですかね。まあでもその年に1回だけですよ、そのでかいやつは。はい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 。それはもう年に1回必ず経験させてもらってますね。あれですよね、インスタにも載ってましたよ。ああ、載ってました載ってました。あ、ちょっと確認しておきます。いや、でも、もう今年のは消え中ですね。多分、ストーリーしか上げてなかったんで。ああ、そうなんですね。はい、はい。あんまりその、自分のアカウントの方で全く使ってなかった。僕も最近もう YouTube に首っだけなんで、インスタはほとんど動かしてないですよね。すいませんですね、本当に。そういうこと、田中さんは、大体どれ場のサイズなんですか。あ、マックス、でかいのって。マックス大きいので8件ぐらいです。8件 ?8 件ぐらいですね。今まで経験した中では。それは自分が主体ではやってないんで。ああ、さすがに何人かで。ああ、そうです。でも、あの、先輩のサポートで行ったみたいな感じなんで。自分がやったことある中で一番大きいのは、まあ、6件とかですね。それでもでかいですね。もっと大きいのやりたいんですけどね。
なんかね、僕いつもなんか思うんですけど、やっぱでかい方がなんかすごいやりやすいというか、まあ、それもバランスは難しいですけど、はい。刺しててめっちゃ楽しいのは、やっぱその年に1回のその慰霊祭が楽しみで。はい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 。結構その、やりやすい。大きい方が、はい。やりやすいっすね、はい、なんか。なんで大きい方がやりやすいんですか？いや、まあ、それこそ僕がやらせてもらってる葬儀屋さんは、もうサイズが決まってて、はいはいはい。でも、その中でその人は、なんていうか、その写真立てが結構でかいんですよね。はいはいはい、はい。縦に長くて。はい。で、仏とかだったら、その前に位牌置きとかがあって、はいはい。例えば前にこうライン入れたいな、でも途中で切れるんですよね。はい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 。とかがあって、なんか、ああ、だからそれのデザインで考えたら、ちょっと結構きつくなったり、うちのラインとかが。じゃデザインの自由度が高いからってことなんですね。そう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 、そう、はいはいはい。高いし、やっぱ差し寄ってもすごい差しやすいというか、めちゃくちゃ楽しいですね、あの間は。大きい飾りってあれなんですよね、その、全体に対しての花一本っていうのがちっちゃいじゃないですか。はい。なので、まあ、その僕と同じ感覚でおっしゃってあるのかちょっと分かんないですけど、あの解像度が高い画像っていう認識なんですよね、僕、大きい祭壇っていうのは。解像度高い。意味分かんないですよね。解像度っていう言葉、まあ、鮮明ってことですよね。そうなんですよ。鮮明になるんですよね。はい。解像度が高い画像っていうのは、要はその1枚の画像って小さい粒の集まりじゃないですか。はいはいはい。小さい粒が1ピクセルっていうんですけど、はい、1ピクセルがいっぱい集まって画像になってるんですけど、はい、解像度が高いっていうのは、そのピクセル数がすごく多いってことなんですね。はい。で、解像度が低い画像っていうのは、まあ、粗くなっちゃうような状態になるんですけど、そのピクセル、粒が少ないから粗くなりますよっていう、はい、ことなんですけど、大きい祭壇っていうのは、まあ、その花の一輪が1ピクセルだとしたら、まあ、それがめちゃくちゃいっぱい使えるんですよね。ああ、そのでかい分。そうです、大きい分。本数もさす、はい、はい。だから目の細かい処理が可能になるっていう意味で、僕は刺しやすいと思うんですよね。全くそんなこと考えてもなかったです。結構なんか多分何年もやってそういう感覚になったんですけど、僕も、まあ、言ってみればこの祭壇を刺してもこの菊の大きさは変わらないってことだよね。そうなんですよ、はい、でっかい祭壇になってもこの菊は変わらないから、小さい祭壇に対してのこの菊よりも大きい祭壇に対してのこの菊の方が、はい、ドットが小さくなるっていうことですね。そうですね。はい。そうですね。ドットが小さくなればなるほど、繊細なラインが引けるってことですね。そうですね。うん、だから、要はその、太いクレヨンとかで線を描くのか、先がキョンキョンに尖った細い鉛筆で線を描くのか、どっちの方が細かい絵が描けるのかっていう感覚なんです。なるほど、なるほど。はいはいはい、はい。そういう意味で、大きい祭壇っていうのは、もう、誰が、どんなにやっても大体結構綺麗に見えるんですよね。うん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 。っていう意味で僕も大きい祭壇が刺したいんですね。やっぱ迫力もありますし。なんかあとその、なんていうんですか、僕そのそれこそ山形行く前までは、はい、そのアウトライン引いてどうのこうのとかで全く分からなくて、知らんくて。はいはい、でその例えば今、太田さんが刺しゅうやってあるじゃないですか。はい。で、今、その下の、注意度の花の下の部分、茎の部分あるじゃないですか。茎の部分ですか。茎というか、その下の、なんていうんですか、葉っぱとかの。空間になってる部分。はい。そう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 。だから、その部分とかも僕も最初、全然わからなくて、そこをもう、埋めてたんですよね。
全部。もう目いっぱい。で、その山形の時に、教えてもらった時に、そこの緑の部分をラインになって奥行きが出るんだよって話聞いて。はい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 。なんていうか、で、その刺し方しようって、やっぱり、その刺し方に変えたんですけど、やっぱりその、でかい祭壇やったら、例えばいつもの祭壇がやっぱ花も長くさせるじゃないですか。はい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 。なんで、そのスペースもなんか、その時だけ結構自由に使えるじゃないですか。はい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 。まあ僕やったら普段やったら多分その間とかに、まあ、もう結構短く切っちゃうんですよね、花を。はい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 。でもやっぱり、回収したところで、なんていうんですか、もう、使い道がなくなっていうか、まあまあ、僕の地元は結構その、棺桶にそのまま祭壇花入れるんで、はい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 。まあ、あんまり残らない時もあるんですけど、でも残って帰ってきた時とかにもう使い道なくなるんですよね。結構短すぎてったりとかで。なんかそういうところの空間。そうですね。あんまりね、練習とかでも使えないですもんね。短くなったら。うんうんうん、はい。ちょっとコメントが来てます。はい。アーさん、今日アーさんすごいいっぱいコメントいただいてありがとうございます。僕は4件で、あ、すいません、4段で3件の祭壇が月に3回は咲いてあるそう。うわ、すごい。同じ四国の中でこれだけちゃいます？まあ僕、ほんま田舎町なんで。なんかでも結構傾向としては田舎の方が祭壇大きいんじゃないかなみたいな感覚はあったんですけどね。人が来るからね。人が来るから。うん、これは羨ましいですね。4件って言ったら何名字だっけ？あ、すみません。あ、4段で3件で。あ、4件で3段じゃない。あ、4段で3件ですね。3件。4段で3件。すみません、すみません。難しいね、4段で3件ってね。結構縦に大きい感じですね。縦長っすね。正方形になっちゃうんですね。まあ、正方形までは、まあまあ、でもそうっすね。まあ、そこまではいかないかもしれないですけど、結構、高さのあるものになっちゃいますね。すごいですね。これ今の話ですよね、これ。でしょうね。月に3件で羨ましいですけどね。それぐらいのサイズって。素晴らしいね。すごいですね。はい。大きい祭壇はバランスが難しいですということでコメントいただいてます。確かに難しい。はい、大きい祭壇はバランスが全てだと思います。全てって言ったらちょっとまあちょっと違うかもしれないですけど、はい、バランスの要素が一番大事だと僕も思ってます。はい、あとはラインと色花の空間は大事ですよっていうことです。それほんまに山形行って一番の収穫やったっすね。これどういう意味ですかね、このラインの間、ラインと色花の間にちゃんと空間を作っとかないとベタベタ埋めになってちょっとなんかメリハリないですよってことですよね、多分。そうやと思いますね。そうですね。そういうことですね。はい。アーさんは結構あれなんじゃないですか。なんか作品すごそうですね。見てみたいです。ね、すごい見てみたいですね。はい、ぜひ僕か太田さんに DM 飛ばしてください。あ、今ですよってことですね。はい、今。あ、すごいね。はい。このね、コロナ禍で、もうコロナの流れはもう若干落ち着いたとはいえ、今のこのご時世でそれぐらいの施工頻度は羨ましいですね。いや、羨ましいですよ。すごいですね。本当に。はい、ということでした。全然今でも、今すごい全国的にそこそこで全然違うかも。大きくなってたり、元に戻ってたり、全然ダメだったり。はい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 。なんかすごいいろんな話聞くかな。うちのエリアは点でダメですよ。こっちもあんまり良くはないから。でもちょっとね、戻ってきたのは感じるけど。はい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 。
はい、あと、まあ、大きい祭壇はバランスが難しいって書いてあるんですけど、なんか、大きい祭壇やるときって結構足場の確保ってめちゃくちゃ難しくないですか？そう、めっちゃめんどくさかったそうなんですよね。だから、作業工程もめちゃくちゃ大事だと思います。そうですね。はい。どういう順番で全体を仕上げていくか、何人でやるのかとか、そういう事前の、計画がすごく大事なんじゃないかなって思います。大きい祭壇は技術的な要素だけではなくて、それこそその仕入れのことから、金額の計算のことから、その人間の使い方とか、そういうところがいっぱい関わってくるようになるんで、そういうこれとでころのぼ。方がね、逆に難しいのかな。全体的なマネジメントの方がすごく大変になってくると思うんで、もう、ま、そうですね。年に1回っていうのもあるし、ものすごい時間かかるんですよね、僕。まあまあ全体的な分量もあるとは思いますし、やっぱその上の方を刺すってなったら、下に花取りに行くとかだけでも結構時間かかったりするんで。めっちゃ、そうですね。あれが結構しんどいというか、で、そうなんです上よの方はちょっね。と、はい。脚立に乗って刺すというか、背が届かん部分を、はいはいはい。あれが結構時間食って、まあ、自分が刺せるとこまで来たら、割とスピード上がるんですけど、そうなんですよね。でもそのスピードが上がる部分でもう僕は疲れてるんで よし、ここまで来たらようやくスピード上げていけるって思うんですけど、もう疲れてるっていうですね。わあ、ちょっと、とりあえずタバコ吸いに行こうみたいな、になるっていうのは結構あるあるなんじゃないかなと思いますけどね。どうですかね。はい。大体でもスピードってどれぐらいなんですか？まあサイズによっても違うと思いますけど。そこはもう何ですかね、飾りの内容とかで多分結構変わると思うんで、一ああ、番そっのか、そ方れもある。法はあんまり僕は定めないです。ただ、始める前に、ここは大体どれぐらいの時間で終わらせて、ここは大体どれぐらいの時間で終わらせて、で、大体目安としてどれぐらいで上げようっていうのは必ず最初に設定はします。じゃなそいれはとしますね。だらけちゃうんで、で、特に大きい飾りとかは逆になんかあんまり時間に追われてやることって僕なくて、夜鍋でやるとかなんで、そうなんですね。そうですね、はい、なんかお通夜まで割と時間いただけた、まあ、それこそ本当に6件とかの祭壇とかやるってなったら、お通夜の前日のうちから施工を始めたりするんで、はい、やっぱ夜、もう1日仕事しました。就業時間になりましたっていう時点で飾り始めたりするんで、もうどうしても作業効率も上がんないんですよね、疲れてて。まあ、もちろんそうでしょうね。はいはい。なんで、まあちょっと余裕を持った計画でやることが多いですけど。はい、あーさんから、難しいですねって、祭壇に登っていけないと。はい、祭壇に登って花をいけないと無理ですね。2人でやってます。しかもお昼に仕事の連絡が来てから4時間で仕上げないといけないので大変ですって。4お時間。昼、2人でやってて、お昼に発注が来て、その日のお通夜とかで4段の3件やるってなったら相当バタバタすっですごいね。バタバタ、それ設営も入れてですもんね。まあ、そうだと思います。うわ、早いな、それやったら。まあ、早い。ですね、なかなかこれぐらいの 感じだと忙しいでしょうね。すごいっすね。黒原さんのところは従業員さんとかは雇ってあるんですか？あ、もう僕んちは家族と、両親と、もう一人、従業員一人があって4人ですね。はい。ああ、それでも結構重なった時は大変なんじゃないですか？重なった時は、何ですか。祭壇の模型を作ってもらってるんで、はいはいはい。もう重なった時はもう、そっちの方に
もう作り込んでおいて、作っておいて、でも出館と同時に入れ替えたりとか、まあ、別のそれができるんだったら、はいはい、はい、まあ、それも花マンさんで教えてもらって、花マンさんも模型作ってもらってて、そうですね、はいはい、あ、これめっちゃいいなと思って、んで帰って速攻作ってもらって、あ、なんか複数の式場が同時にお通夜があるっていうパターンとかはそんなにないんですかね。はもうあんまりないっすね。時ありますけど、その時はもう朝一に片っぽ行ってもう片っぽ行ったりとかしよったっすけど、まあ、でも結構ギリギリになるんで焦ってしまうんで、はいはいはい、やっぱりその模型で前日に片っぽを作っといてっていうのがあれですね。じゃあそういう意味でも花満さんに行っていろいろ教えてもらったっていうことはすごく、いや、ほんとでかかったっすよ。はい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 。あれでもまるっきり変わったんで、なんか。やっぱ、あれですよね。自分で考えて答えが出ないこともありますもんね。いや、ほんまです。もう僕ずっともうわっきわからんまま行き詰まっちゃったんで。だからもう、まあ、行ってみようかなと思って。いや、その行動力は、はい、もうとても。いや、割とほんと人見知りなんですけど。あ、そうなんですか？そうなんですよ。めちゃくちゃ人見知りなんで、だけどもう一緒のことじゃないですか、仕事って。そうです。はい。だから、ここはもう、行けと思って、もう、入会して、太田さんに話しかけるときも、もうええわ思って、行け思って行って、話しかけてみたいな感じですね。あ、その辺があれですね。太田さんが超アクティブっていうところですか。まあ、その点だけですね。まあ、人生で、いい選択できたなと思って。なかなかですね、その行動できる人、なかなかいないんですよね、やっぱ。そうですね、山形行くときももう、はい、丸1週間休まないかんかったんで、はいはいはい。でも、葬儀屋さんに言うて、で、ちょっとこう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 でって言って、ちょっとレベルアップして帰ってくる気っていう話して、はいはいはい。で、まあ、許可もうて行ってみたいな。でも、あれがなかったら、多分ほんま、今になつながってないんで。はいはいはい、とは思うですね、本当。あっこはこう言ってよかったなと。じゃあ、太田さん。はいはい。はい。本当にそれはよかったね。はい。なかなかこの研修とか行っても身になってない人の方が多いようなイメージがあって。ああ。だからその時はできる、できるようになったつもりでいて、実際戻ってみたらなんか意外とよくわかんないなっていう人が結構多くて。黒川さんみたいに本当にそんなに吸収できる人ってあんまり多くないような。気はします。まあまあ、一週間、丸一週間、本当花間の社長も在庫の花いろいろ使わせてくれたりとか、まあ、ちょうどその一週間に現場も何回かあったもあったんで、なるほどなーって、こうやってやるわよって思って。まあ、やっぱり人の見たらなんか正解というか、正解はないんですけど、なんか、自分が詰まっちゅうところを生で目の前で見たら、あ、こうやってやるわよみたいな、結構ヒントになった、本当にアドバイス。よかったですね、太田さんに教えてもらえて本当によかったですね。そうですね、これ俺が教えた感じはしてないんだけど。そうなんですか。あんまり教えたかなっていう感じで。いやいや、結構アドバイス本当にいろいろくれて、あと、丸山くんとか、細川さんとか、いっちゃったじゃないですか。やっぱああいうの見よったらなんか、あ、こうやってさすがやと思って。なかなか、例えば DM 田中さんの見よったとしても、質問できないんですよね。ああ、できないよね。わかる。うん、やっぱり、これってどうやってやるんですかって聞くのもあれやしと思って。いやいや、あれじゃないですよ。答えますよ。いや、もう、それができんかったんですよ、その時。なかなか、なかなかですね、そこは。だからもう一回もう自分がもうど素人やってことでもう行って。素晴らしい、素晴らしい。もう何もできないんで教えてくださいっていう感じで行ったっすね。じゃあ逆にそれが、その、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれない。はい、あれ、なんかめっちゃ音が。うじうじした状態がなかったんですね。あ、すみません。すみません。大事なとこはなんか音が飛んで。いや、ちょっとすみません。ちょっと待ってくださいね。あ、今大丈夫ですかね。はい、あ、今大丈夫です。あ、そうです。はい。
あれ、なんか今めっちゃ音楽鳴りですよ。ん？これ僕悪いわよか。何なんだろうね。なんか音楽鳴ってますよね。たまに田中さんこうなる。電話かもしなんれかないかですかけるのど、か。はい。アップですよ、今。あ、本当いや、ですか？今まで全く音楽かかってましたよ。なんか田中さんのところ。音楽、僕、かかってないですよ。え？あ、今、大丈夫ですか？今大丈夫です。はい。あ、よかったです。毎回なんですよね。大体田中さんの1回はそんな感じになる。なぜか。へえ。いや、なんか、あれなんですよ。多分会社の Wi-Fi を微妙に拾っちゃったりするんですよね、多分。ああ、なるほど、なるほど。ああ、なるほど。すいません。今、はい。大丈夫です。はい。じゃあ、本当ちょっと、何言ってたかあんま覚えてないですけど。あ、なんかちょっと、それこそ、なんか、言い方悪いですけど、はい。そのうじうじしてた状態が、もしずっと続いてたら、今の黒原さんの仕事ぶりっていうのはなかったのかなって思って。あ、そうですね。もうトイレももう多分取られてましたね。あ、本当ですか？はい。あ、そんなに。そうです、そうです、本当に。こういうこと。いああ、素晴らしいですね。よかった。よかったですね、本当に。や、本当よかったです。あれ、本当ターニングポイントですね。本当に。あそんの、ほなら、に。僕、行った時に相談しようってなんですか。なんか、来てますよっていう話を、大手が。聞いた聞いで、た。ちょっとそれでなんかその、ちょっと焦っちゅうのもあって、その、ちょうどなんか、太田さんがインスタかなんかに出しちょったが見て、で、すみません、教えてくださいっていう感じやったんですよ、確かあれ。で、まあ、帰、はい。ちょうどね、代替わりするとこだったもんね。そうですね、もうすぐ代替わりするよってところやったんで、で、代替わりしちゃったら逆にもう出れなくなっちゃうから、今回で最後みたいな感じのこと言ってたもんね。そうですね。もう本当、でも、ほんまに時期的にもあれが、なかなかラストチャンスやったんですね、今思えば。あっからコロナすごかったんで。ああ、確かに確かに。うん本当うんうん。そうだよね。よかっただよから、ね。運良かったっすね。すごいすごい。はい、コメントをいただいております。アーさん、今日本当ありがとうございます。すいません。ありがとうございます、四国で祭壇の講習会とかしてほしいですってことですね。ああ、全はい。然いいですよね。してほしい。まあ、どういう形式にするかは分かんないですけどね。どういう形式にそう。なるのか分かんないですけどね。四国でってことは、四国のお花屋さんは自由参加みたいな形がご所望なのか、あれですよね。アーさんのとこにお邪魔していいのか、ちょっとよくわかんないですけど。はい。まあなんかね、ご依頼いただけたら、全然、太田さんも僕も多分行くことできますんで。ね、金額とか言っちゃった方がいいのかな。いや、まあそこは個人的な、まだあれでいいんじゃないですか。なんか、みんなそれが知りたいのかなと思って。どうなんですかね。まあまあ、今考えてる段階ではぐらいの話は軽くはしちゃっていいのかもしれないですね。そうですね、まあ、交通費別で、まあ、初回お試しっていう感覚で言えば、5万円でいいかなと思ってですよね、これは。そうですね、それぐらいでいいんじゃないかなと思います。まあ、あとははい。状況次第だよね。なんかすごい、なんか、例えば四国のお花屋さんいっぱい集まる中でやるんだったら、ちょっと5万じゃ足りないかもしれないけど、ね、一つのお花屋さんに行って、こう、3人とか、そのぐらい、3、4人ぐらいに教えて、まあ、講習時間も大体まあ3時間前後ぐらい。ってなれば、まあ、初回5万で全然大丈夫かなって感じですよね。どうですそうかでね、すこれ。ね。はい。まあ、全然いいですよね。まあ、大手さんとかと比べると、ね、ゆうかなんとかさんとか、
ビューなんとかさんとか。もう半分以上言ってるじゃないですか。三ビなんとかさんとか。そういうところと比べると、多分まあ値段的には破格ですよね。はい。まあちょっとまだこのあたりは結構考えてる段階ではありますけど、ご依頼があればお邪魔いたしますね。全然。はい。結構あれですよね。太田さんももう、俊道さんの中では割と自由に全国動き回れる状態を多分作ってらっしゃる感じなんで。そうですよね、太田さん。ね、一応僕も太田さんも雇われの従業員の身ではあるんですけど、割と自由に結構やっちゃってるんで、はい、ご依頼があればぜひ遊びに行きたいなと思います。はい、あともう一つコメントいただいてるんですけど、はい、皆さんはどこのお花屋さんが裁断上手だと思いますかってことで質問があるので、この皆さんっていうのはこのあれですか、僕らの皆さんなのか、あのコメントチャットを読んである全国の皆さんなのか、ちょっとあのあれですね、あ多分今いる人なんじゃないかな。あ、私どもですか。そうですね、多分。まあ、あと他にも見てる人がいれば、その人たちがどうかなって感じなんだと思います。ああ、はい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 。じゃあ、太田さんから言っちゃいますか。俺は、あれですね、やっぱり、まあ、何年前だろう。20年もいかないか、15年ぐらい前はやっぱり、ビューティーガダンさんに憧れてたから。それ常々言ってありますもんね。ちょうどそのスプレー菊、まあ、その前まではあの代理の菊だけで飾る祭壇が多かったのに、多分ビューティーカナダさんが最初の方にやったんだと思うんですけど、スプレー菊とポイクのグラデーションを始めてたんで、やってたんで、はい、まあ、それで、はい、わすごいなと思ってすごい憧れててですね。で、最近すごいなと思うのは、あそこっすね、フォーシーズンズさん。ああ、やばい、やばい。フォーシーズンズ、やばいですね。フィンネラルのビジネスフェアとかね、エンディング産業さんのとかね、で見ると、やっぱり、うわ、すごいなと思うかな。で、半端ないですね、確かに。まあ、結構あるんだよ、結構あるけど、あと、小森さんも結構好きかな。はい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 、はい。結構、あの、茨城だよね。すごい選手になってるもんね。結構その辺かな、好きなの。上手、相当上手ですかね。うん。かぶっちゃいましたね。ありがとうございます。あ、僕は、あれですよ。大体みんな自分より上手だと思ってるんで、なんかあんまり、なんですかね、その、一人の人間が作ったものでもいい時と悪い時とかあるじゃないですか。あ、だからなんかそのインスタとか、でその祭壇の写真とかで僕が、あれまた音飛んでるっす。誰って、あ飛んでます、今飛んでました。あ、なんでだろう、申し訳ない。いや、多分なんかあれですね、あのネット環境に2つ今多分つないでるからだと思うんですけど、あー、 Zoom と YouTube 同時起動してるんで、この回線で、それでちょっと重いのかもしれない。すいません、今大丈夫ですか。今大丈夫です。あ、いや、僕はあれです、基本的にあの誰っていうのあんま見ないです。すみません、答えになってなくて、どこのお花屋さんが上手っていうのはあんまり見ないんですよね。わあ、これ綺麗っていう感じなんですよね。ああ、そういうことですか。はい、はい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 、はい、なんかその一人の人間でも、まあ、僕もそうですけど、そのなんかすごく満足いくとか言ったらちょっと言い方悪いですけど、
なんかとってもいいものができたなっていう時もあれば、そうでもないなっていう時もあったり、まあそこってあんまり良くないですけど、まあ全てがお客さんにとって及第点である必要はあると思うんですけど、まあ、自分もやっぱりそういう波があったりして、まあ、他の人も多分同じだろうなと思うんで、なんかあんまり誰っていうのを見ないんですよね、僕が。うん、あ、これいいっていう感じなんですよ。なんで、どこのお花屋さんとかあんま見ないっていうのもありますし、なんか、でも人の名前だったら多分すごい見るとは思うんですよね。そのお花屋さんで出されると、お花屋さんの誰さんが飾ったものか分かんないじゃないですか。あ、それはありますね。はい、だからその、まあ、小森さんとかもすごい上手ですし、そのフォーシーズンズさんとかも、もうマジでイカれてんなと思うんですけどマジでクレイジーだなって思うんですよ。かっこいいなと思うんですけど、うん、でもそのフォーシーズンズさんの中にパーソナリティが見えないんで、誰、どんな、何さんがいて、何さんと何さんがこう企画してデザインして、で誰がこう飾ったものっていうのがちょっと見えてこないんで、なんかあんまりその会社の名前で覚えないんですよね、僕が。なんで本当答えになってなくて申し訳ないですけど、僕はあんまり気にしてないです。見ないですね。っていうよりも作品自体を、あ、これはすごく綺麗だなって思ったりはしますけど、でもなんか、それめっちゃわかるし。はい。なんか どんなに、その上手とか下手とか関係なく、どんなものにも、こう自分が落とし込んで、自分に落とし込んで使えるものはあるはずだっていう風な感覚で見るんで、うんうん、なんかあまりにもなんか下手くそだ、汚いんだって言って、なんか、全然見ずに突っぱねたりすることあんまりないんですよね、僕。それって田中さんはやっぱりその作品見るときは SNS だとかそういうやつで見たりするんですか？ああ、それぐらいしか なくないですか？なんか他にやっぱそうですよね。あ、そうだと思います。はい。花祭壇って調べてやっぱ見てます？ネットは SNS がめちゃくちゃ復旧する前とかはネットでも見てたんですけど。はい、逆に今ネットはあんまり見ないですね。その、まあ、やっぱインスタがすごいそのビジュアルに特化した発信形態なので。そうですよね。はい、インスタ見ることが多いですね。でもあんまり僕はその他の人のものを見てパクろう、なんかいいものがあったら自分でやってみようっていう考えがもっともっとあんまないんで、他の人のものはあんまり見ないんですよね、はい。あ、そうなんですね。いや、そうなんですよ。はい。すいません、答えになってなくて。はい、黒原さんはいかがでしょうか？いや、僕も誰ってことなくて、ほんまにそのインスタとかでよく、それこそも、その田中さんも、その田中さんって分かってないままずっと見よったと思ってたし、一番最初は。いや、そういう、はい、感覚的にはやっぱり僕もそうなんで、なんていうんですか、はい、そのインスタとかで特にこのスクロールしようって見よって、はいはい、やっぱりなんかその自分がなんか、あ、これ綺麗やなって思う人がやっぱりなんか被るんですよね。ああ、はい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 。例えばその田中さんの作品としても、まあ一個なんか見たとして、でバーってまた他のやつ見よっても、あ、これ綺麗やなって見たのか、また同じ人やって、あ、田中さんやったみたいなやっぱだからそれでなんか結構自分のその好き好みがあるじゃないですか。はい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 、はい、でだからそんなの見て、あ、この時のこの時で何回も見る人はフォローして見たい、また次は見たいなって思う人がいった感じで見るっすね。はい、だからすごい僕もどこが誰かはあんまりないですけど、でやっぱりその東京とかのその行った時とかはフォーシーズンとかのああいうの見たらほんまにうわーとか、もうやばーって思って見るっすけど。あれマジでやばいっすよね。あれやばいっす、本当に。あれもうぶっ壊れてますもんね。なんかやっぱの、前日やったらその、制作しるところ見れるんじゃないですか。それはめちゃくちゃ羨ましいです、それ。いや、もうビビって本当に最初見たとき。嘘やろとか思って。あれビビったっす、本当に。
いやもうあれ構造がちょっとね、どうやってまず作ってんだろうっていう。そうなんですよ。で、10人ぐらいやったんですかね。で、指揮官1人おって。はいはいはい、はい。やばーって思って、ずっと見入ってしもたすもん。ね、あれすごいですよね。あれですよね。作ってきてるんですよね。作り込んできてる部分もあるんですよ、確か。あ、そうなんですか。現場でなんか最終仕上げみたいなのをしてたイメージがあります。おお。なんか僕の普通の段です。僕が行った時なんかねぶた祭りかなんかの。ああ、19年。青の。そうですね。あの青の鬼のみたいなやつで。やっばーと思って。ねぶたのやつすごかったですね。僕は恐竜が。すごい。ああ、恐竜やばかったっす、あれも。あれね、どうやってるんだろうって、すごい思いましたね。すごかった。はい、そうなんですよね。なんか、あれが実際に葬儀で使えるのかっていう、まあまあ、ことで言うと、ちょっとなんとも分かんないところではあるんですけど、アートとしてはもう、もうあれはすごい、ね。完成の域に達してますよね。そうですね。はい。うんうんうん、はい、っていう感じでした。アーさん、いかがですか？こんな感じでよろしいですかね。ご返答お待ちいたしております。はい、逆にそのアーさんさんの聞きたいですね。うん、どうね、そうですね、はい。アーさんが実際、はい、あのどんなお花屋さんをどういうふうに思ってあるのか、はい、気になります。教えてください。よろしかったらお願いします。お願いします。と言ってる間に、もうなんか仕上がりそうですね。ほんまですね。もうそこの色花まで入れていただいちゃってる感じなんですね。一応サンプル取ろうかなと思って。ああ。はい、いい感じに上がってますね。なんか結構あれですね、黒原さんめちゃめちゃ話せる方ですね、はい、いやこれやっぱ対面じゃなかったら結構話しますよ、やっぱり。え、逆にですか？いやいや、もう多分こうやって一回話したら多分大丈夫ですけど一番最初はほんま話せんですねいや多分お顔拝見したのが僕今日多分初めてですよね。そうやと思います。前回はやり方あんま分かってなかったんで。前回音声だけだった。あ、そうです、そうです、そうです。はい。あ、そうですよね。はい。いや、もうすごく、こわもての方で。こわもてじゃないですけど。おひげがワイルドだなって思って。大丈夫かな、この人。怖い人じゃないかなと思ったんですけど。全然真逆です。もう。すごい、すごいお優しい方で、よかったです。いや、こちらこそ。いや結構皆さん思ったんじゃないですかね。怖い人だなって。そんなことないですよ。はい。ね、いや、すごいギャップがいい意味であってよかったです。どうですかね。ぼちぼち完成っぽいんで。そうですね。はい、オッケーです。とりあえず、はい、こんな感じです。まあ、ちょっと、これが先すぎちゃってた。まあ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 、それは。まだ慣れるまで時間かかるね、やっぱ図面引いてはね。ちょっと思ったようにならないよね、やっぱりね。思ったようにならないですか？そうだね、その、ブレが、自分が思ってる以上にブレてる。かな、うん、それでちょっと電話ができる、ちょっと待ちってください。ああ大丈夫ですよ。思った以上になんか、そうだね、はい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 、なんかちょっと、うん、そうだね、浮いてるのもあるから。どうすかね。いや、まあちょっと難しいね。まあ何回かやってみて、うん、
まあ、それなりにはですね、やっぱ図面通りまあ、に。それなりにはね、それなりにはね、まあ、なんかこう、お客さんに提供してなんか言われるようなレベルではないと思うけど、そうですね。はい。まあ、自分の中ではやっぱりなんかちょっと、ちょっとって感じかな。細あ、すぐ部戻れた。を、細部なんですよね。はい。そうイなメージできてるのか。そうですの、ね。まあ、グラデーションもちょっとかけたかったんですけど、ちょっと咲いてるのばっかりで、まあ、ちょっともぐのもあれかなと思って、そのまんまにしたんですけど。ちょっとなんか、あれですね。なんか今日技術的な話何にもしてないんで すいません。まあ、ごわごわしちゃったから、ちょっと咲きすぎてね。ちょっと、なんか僕が図面描いてる時の、ちょっと注意してるところとか、ちょっとああ、そうだね。お話しします。ちょっと待ってくださいね。前描いた図面持ってきます。はい。なんか、太田さん、なんですか、携帯だなんか見たら分かりやすいよってやつあるじゃないですか。いや、僕に教えてくれたじゃないですか、なんか。あ、携帯ね。はい。モニターあれ、通した方が。たまに使ってます、なんか。あれ、いいでしょ？あれ、いいっすね。やっぱこう、肉眼で見ると、端と端って同時に見れないんだよね。だからモニター通すと、モニター見ればどこが違ってるかって一発で見えるから。ね、大きくなればなるほど、モニター通して見た方がいいよね、携帯のね。あと結構僕まあ、多分皆さんやられてると思うんですけど、結構刺してちょっとしたら後ろ下がってバランス見てするじゃないですか。結構僕頻度が高いっていうかなんかその見ちゃう頻度が。ああ、でもなんそか、れは悪いことではないような気するけどね。まあ悪いことじゃないと思うんですけど、なんかちょっと気になりだしたらちょっともうやり直したくなるんですよ。結構刺し直しが多いんですよね、だから。あれじゃないですか、デザインって固定してます？固定のデザインとかでも、ワイパーになっちゃうんですか？なんかバーってやるよって、なんか、例えばその、菊もなんか、つぼみからだんだん開かしていったりとかっていうやつやったりしよったら、なんかちょっとカクってなったとこ後ろ見たら、もうここ気に入らんなと思ったら、その2本前から直していったら、なんか、あーってなって直してしまうっていうか、なんまあかであやっも、ぱ、悪いことではないですよね。下がってみて確認して直すのは全然悪いことじゃないまあ、悪いこととは。はないと思いますけどね。なんか、やっぱり人の作品まず見たときに、そのアーチのカーブのとことか見て、あ、綺麗やな、とか見てしまうぐらい、なんかそういうとこが好きなんですよ。はい、すいません、戻ってきました。なんか今お話に出てた通り、カメラのレンズを通すっていうのはもう多分みんなやった方がいいですよね。あれ、すごいっすよね。いいっすよね。はい、本当に超客観的な視点で見れるので、はい、カメラのレンズ越しに見たものがみんなが見たものと同じものっていう感覚でやれればいいんじゃないかなと僕も思いますし、自分もそうします。はい。いいですかね。ちょっと出てきますよ、僕だけ。ただ黒原さんもせっかくなんで出てきてください。いや、ちょっといいですか？なんか、1個ですね。これ、僕がこの間やった、さくらさん。デッサンやば。さくらさんとじゃないですね。さくらさんに、オンライン講習したときに、書いたものなんですけど、ちょっとすみません、これ見えるかわかんないですけど、ここになんかちっちゃく、ポッて、俺のカメラも切るかな。俺の画面も切るから。OK。なんかちっちゃく、ここに逆三角形のもの書いてあるの、見えます？あ、見えます、見えます、見えます。これあれなんですよ。菊の大きさを書いてるんですよね。この一枚の中で、
自分の一輪がどれぐらいの大きさですよっていうのの目安として書いてるんですよね。はいはいはい、はい、なのでその細部にこだわって書きたいので、この ここ1本のラインなんですけど、はいはいはい、1本のラインもその菊で表現したら下がってみたときにどれぐらいのマックスの太さだったらどれぐらいになるっていうのを、うんうん、1本の線でもこれぐらいの厚みになるだろうなっていうところまで想定して書いてます。この外側のラインとかもグラデーションで塗りつぶされるんだろうけども、どういう太さで変化していくんだよみたいなのを書いてるんですね。でこれだいたいこれぐらいの太さになるだろうとか、なるほど、ね、そこまで細かくやれればいいのかなと。すっご細部まで、はい、書くっていうのはそういうことなのかなと思います。実はちょうどグラフィックで一回書いたデザインをそのままグラフィックに変えてみようと思った時にちょうどそれを思って、一回書いたものをグラフィックに変えるっていうのはどういうことですか？図面は軽く簡単にこう 絵で描いて、鉛筆で描いて線で、はいはいはい、その線を菊でこうグラフィックで1本ずつ置いてって見たときに、菊の大きさのバランスが大事だなっていうのを思って、そう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 、現実的なね、菊の開きの大きさとそのね、鉛筆で描いた時のね、は全然分かんないと思うんで、これじゃあ、はいはいはい、最初はもう特に分かんないと思うんですけど、そうそう、それもあってさっきグラフィックの資料を作るための写真を撮ってたんですよ。ああ、そういうことですね。一応こんな感じで、はい、なるほどね、はい、すっげー、はい、はい、はい、ますで、洋花とかも一応大きさ基準に、まあ、菊がこれぐらいの、まあ、ちょっと光ってみないですけど、菊が大きさの一輪の大きさがこれぐらいだったら、まあ、こんな感じで、これなんかもう自分の中で花一本一本刺す感覚で絵描いてるんですね。細かく、ゆりっぽいのがなんかあってみたりとか、はい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 、はい、なんか、あ、これグラジオラスなのかなみたいなのとか、あ、グラっぽい、確かにのが、はい、分かればいいなって思って描いてますね。なので、まあ、全てトータルで見て、あ、その祭壇全部に対してその一本の花の大きさ感が伝わればいいなっていうことで書いてます。でこれに、はい、まあ、この間も言ったんですけど、まあ、結構ダラダラ書いて3時間ぐらい、なんかちょっと途中でなんか抜けたりとか、なんか電話対応とかしてたりとかしたんですけど、ざっくり計算、これ1枚書くのに3時間ぐらいかかってますね。はい、そこまで書くんですよ。もうほんま僕、ラインシャシャシャって書くだけでしたわ、ずっと。あ、それだったら、多分意味がないのかなと。シャシャシャって書くだけだったら、再現できないものになるんで、それが。こう、何本も、じゃじゃじゃって、こう、ラフスケッチとか書くときって、こう、何回かこう、シュッシュッシュッってするじゃないですか。はい。ってなったら、そいつの正しい正解が測れないんですよね。で結構この絵に描いたものをなんか、まあ、絵の中で測って、そこに現場にそれを投影するってなったら、なんかそのちょっとこの何ミリのズレが現場では5センチとかの差になって現れたりするんで、現場で5センチめちゃくちゃ大きいんですよ。なんかあれだけなんか1件とか2件とか3件とか言って、3件だったらその540センチも広さがあるから、なんかその2、3センチ、まあ5センチ、10センチぐらいそんな大差ないだろうって思うかもしれないですけど、めっちゃくちゃでかいんですよね、実際その5センチとか10センチっていうのが、はい。で印象が変わったりするので、そういうものを極力なくしていきましょうよっていうことで、これだけ細かく書いてます。はい、なるほど。あと太田さんが言ってあった、はい、そのなかなかイメージ通りにいかないんだよねって言ってたじゃないですか、うんうん、でその原因の一つがそのポイントの取り方だと思うんですけど、うん、あ、今見えてます？見えてる見えてる。
はい。例えば、まあ、今日の形だったらこういうラインだったと思うんですけど、うんうんうん、例えばここのポイントを取るとき、その菊の向きがどういう風になるかって言ったら、この真上、うんうんうん、真上向きじゃないですか、うん、この部分はですね、うんうん、でも実際このあたりのポイントを取ろうと思ったら菊の向きって、うん、実際に刺すときはですよ、実際に刺すときはやっぱこういう向きになっちゃいますよね、うんうん、このてっぺんの面で、うんうん、ライン取って、まあ、こういうふうに実際刺すと思うんで、うん、斜めになると思うんですけど、うんうん、さっき太田さん真上向けて取ってやったじゃないですか。ああ、はい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 、はい、それがちょっとうまくいってない原因なのかなって思います。ああ、なるほど。ポイントの段階でこの傾き感を考えてあげないといけないのかなっていうふうに思うんですね。で、なんでそういうふうに考えた方がいいかって言ったら、このポイントを真上向きでこういうふうに取っちゃった状態だったら、あの、線がこの菊のどこにぶつかるのかが、わからないんですよね。斜めにこうやって入ってくるラインなんですけど、このポイントに対してどういうふうに入るべきなのか、ここに来るべきなのか、ここに来るべきなのか、それともこのど真ん中に来るべきなのかっていうのがイメージとして多分湧かないと思うんですよ。はいはいはい。だからポイントの段階でこういうふうに斜めに向けてあげることによって、斜めになってたらここに来るしかないじゃないですか。ここでも取ってるんで。確かに確かに、はい、っていうことなんで、そのポイントのイメージがめちゃくちゃつきやすくなると思います。線がこう来て、ここに入ればいい。なぜならば、ここで線を取ってるからっていうふうに、はい。これで結構多分変わると思います。なるほどね。はい。まあでも、分かった。なんか、やっぱグラフィックに置き換えるのも大事かもしれない。これそっちの方が分かりやすいか。菊、はい、の角度とかね、大きさとか取るとね、まあ、そこの域だもんね。鉛筆で線を描くのはもうちょっと限界なんだろうな。はいはいはい。変えなきゃダメかもね。ちょっと、うん、やってみます。はい、一応。なるほどね。はい、そこを考えてやってみたら、ちょっと。あのイメージがしやすいのかなというふうには思います。ね、確かに菊の大きさまではなんとなくは考えてたけど、そこまで細かくは考えてなかったもんね。はい、まあ、大きさとあとあの傾きですね。あ、大きさと傾きね、うん、はい、そう確かにね。あ、はい、そうだね。鉛筆で弾いてるときはあんまり菊の傾きまでは、まあ、ありえないのはないだろうと思ってたぐらいで、はいはいはい、そこまで細かくは考えてなかったから、はい、やっぱそこでやっぱ結構誤差が出ちゃってるのかなっていうふうに思いますね。で、そんなにあのめちゃくちゃ3件とか4件みたいに大きいものじゃないんで、それこそさっき言ってたんですけど、うん、その菊1本の中で結構振れ幅があると、それが細胞全体の中で占める割合が大きいから、うん、はい、余計ずれやすくなってしまうんじゃないかなと思います。なるほど、ありがとうございます。はい、勉強になります。いえ、とんでもないです。今日はこれぐらいしか身のある話をしてないかもしれないですね。はい。そしたら、質問コーナーいきますか。質問ある人いるかな。質問ある人いれば入れてください。あと、はい、黒原さん最後なんで出てきてください。なんか結局アーさんからの返答がまだ来てないですね。うん、来てないですね。まあね、まあなんだかんだ言ってもう2時間だもんね。おお。あ、ほんまや、もう9時や。結構あっという間に過ぎちゃう、ね。そうですね。今回もなんか苦労したな、その菊のロットの大きさね、と面ね、角度ね。あ、これやっぱそうだね、グラフィックの方がイメージ湧くかも。ちょっとやってみます、うん、はいはい、今日写真も撮ったし。
いいかな、質問ないかな。ということで、アーさんね、できたら、DM ください。お願いします。そうですね。そしたら、なさそうなんで、これで終了しますか。はい。今日も田中先生ありがとうございました。いえ、こちらこそあありりががとうとざいうございまます。した。黒原さん、また、今度、出演お願いします。面白かったではい。す。面白かったです。こちらこ そ。面機白会かっがあったたらです。また夜はおい。願いします。はい。そしたらこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがおとう疲れございま様しした。ありがとうございました。た。最後ギリギリ、秋人さん、お疲れ様です。ありがとうございます。はい、終了します。はい、終了しました。